翼、抜けるもんなら抜いてみろ。4人だろうと今度は抜く。来い翼先輩、俺の力を見せてやる。くらえ。くそ、今度こそ行け。決まった。キーパー森崎君、そして南葛ディフェンダー、一歩も動けず。この試合お前に活躍はさせん。キルト神取りタックルだ。行くぜ森崎、さっきと逆だ。逆に止め。くらえ。おっ、何カズオ、ここだ。おう、何、行け。俺たちの真空中技、スカイラブハリケーンだ。これは行くぞカズオ。おう、くそ、俺は翼、一人でも高く飛ぶんだ。このままじゃ頭を。くらえ、わしのパワーディフェンス。ここは決める。行くよロベルト、俺のドライブシュート、テイクオフだ。慌てんでもよかたい。いくら威力があっても枠に行かないんじゃ。な、何、まだだ、決まるまで打ち続けるんだ。ダメだ、もう体が力尽きたか。翼、翼、サッカーは一人じゃできないぞ。ロベルト、頼む、来すぎ、滝、雪国で磨いてきた、これが俺の力だ。俺のドライブシュート、大空へ羽ばたけ。フェニックスが飛んだ。何、くらえ南葛、これが俺の。やはり日向君も初っ端から来た。タイガーショットだ。早い、はあ、必ず止める。止めた、ドライブシュート破れたり。ダメ、あとドライブ回転はまだ生きていた。若島津君、ボールごと押し込まれた。ドライブシュートだ。な、何、倒れて、止まる。
るか。翼。さあ、行こう、みんな。翼よ、こんなところで力尽きるのか。みんな、俺は精一杯やったんだ。だからこの大会で優勝できなくても。お前は本当にここまでなのか、翼！行くぞ翼、最後の勝負だ。俺は負けねえ、ここからゴールだ。タイガーショットだ。何？これが最後のシュートだ。何？南葛に優勝させてたまるか。止めた。ヒューガ君が若島津君をキャッチ、守りきりました。東邦学園、南葛得点ならず。これが最後のシュート、俺の旅立ちのゴールだ。止める、止めてみせる。ああ、翼くんのシュートだが、これはゴールの枠を捉えていない。何？翼ダメだ、ヒューガさん。あっと、味方の沢田くんがヒューガくんを止めに行った。これだ。タケシ、足をこっちに向けろ。翼のサッカー、いや、これが本当のサッカーだ。決めさせるか。優勝旗授与。さあ、今シンクの優勝旗が南葛中キャプテンの大空翼くんの手に渡りました。沸き起こる場内の声援をお聞きください。優勝旗授与。さあ、今シンクの優勝旗が南葛中キャプテン大空翼くん、そして東邦学園キャプテン日向小次郎くんに渡りました。湧き上がる歓声、両チームの優勝を称えております。3年間使ったこの部室も今日でお別れか。ほら、ちゃんと片付けろよ。下級生に迷惑かけないようにな。おお、うわ、懐かしい。これ1年の時のトーナメント表だ。あ、誰だよ、こんなとこに片方だけ。みんな大変だ。
精一杯やったんだ。悔いはないさ。キャプテン！1年も2年も随分気合が入ってるじゃないか。当然ですよ。東邦学園サッカー部は全国中学生サッカー大会で優勝してナンバーワンになったわけですからね。みっともない試合はできません。次の目標、連覇に向けて頑張らないと。そうだな。あれ、そういえばヒューガさんはまだ部室じゃないか。ヒューガさん、優勝して満足したのかな。いや、ヒューガさんが満足なんてするわけないさ。すでに次の目標に向かっている。そうですよね。ヒューガさんなら高校生になってもきっと日本一に。大変だ。今までは追う側だったが、全国ナンバーワンチームになった今、これはもう不要だ。これからは追われる身だが、俺はこれからも俺のサッカーを貫く。開幕が近づくジュニアユースワールドチャレンジ、その大会参加チームが続々と会場入りしています。中でも優勝候補の一角、ドイツジュニアユースチームには多くの取材陣が詰めかけています。ドイツチームの注目選手は、今大会でも得点王候補筆頭に挙げられるドイツの若き皇帝と呼ばれるカール・ハインツ・シュナイダー君、ヨーロッパナンバーワンフォワードです。おっと、オランダジュニアユースチームも到着した模様です。キャプテンはブライアン・クライフォート君。彼のプレーもまた今大会の見どころの一つです。さらにもう一チーム、イタリアジュニアユースチーム。イタリアのキャプテン、ジノ・ヘルナンデス君はヨーロッパナンバーワンの呼び声高いゴールキーパー。今大会、彼からゴールを奪える選手は果たして現れるのでしょうか。あれがカール・ハインツ・シュナイダーか。ディアス、お、パスカル、どうだったドイツは。ま、見るべきプレイをするやつは何人かいたかな。でも俺たちほどじゃないさ。となるとやっぱり俺たちのライバルはブラジルだろうな。何せ噂のあいつがいるって話だし。ま、それでも優勝は俺たちアルゼンチンさ。あのお、そんな高いところに登って落ちたら危ないですよ。大丈夫だって。あら、よっと、あれ、お前も今度の大会に出る選手？はい。あ、じゃあ試合で会った時は楽しもうぜ。じゃあな。いいな、僕にもあんなことができたらな。宿舎入りは俺たちが最後だったよ。
それだけの準備を俺たちは重ねてきたということだ。フランスで行われるはずだった国際ジュニアユース大会、それを奪われた屈辱を晴らすためにな。おう！ああ、その通りだ。俺様に任せとけ。目標は全試合ハットトリックだ。守備は俺が引き受けた。一点もやりはしない。俺たちの目標はただの優勝じゃない、全勝しての完璧な優勝だ。おう！優勝チーム代表大空翼くんに今優勝カップが手渡されます。やりました、日本、ついにジュニアユースクラス世界一に輝きました。え、スピーチって言われても困ったな。翼くんが思った通りのことを言えばいいんだよ。うん、皆さん大きな声援ありがとうございました。僕たちはこの大会に優勝しようと頑張ってきました。その夢が叶って今嬉しさでいっぱいです。だけど僕たちの本当の夢はワールドカップに優勝して真の意味で世界一になることです。日本のワールドカップ優勝、それは一生叶わない儚い夢かもしれない。でも夢を追うことは自由です。そして夢に向かって頑張ることは素晴らしいことだと僕は信じています。俺たちはいつまでもその夢に向かって走り続けます。